はい、どうもこんにちは。毎度おなじみのプロリュー、めっちゃ噛んだわ、すみません。はい、毎度おなじみのプロニュースレイディオです。いや、久々のラジオですね、はい、今回もラジオを選択する理由はですね、ユーザーさんの声が元になっています。もちろん映像で伝えることは大切ですが、今一度伝えるということを再考する意味でもレイディオというですね、スタイルで今年もお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今年も無事開催になりました CP プラス2024、はい、CP プラス2024開催中のですね、ライブ配信スタジオサポーテッドバイプロニュースからお届けしておりますよ。余すことなくですね、 CP プラスの見どころをお届けしますので、プロニュースのレポートと合わせてですね、ご覧ください。まあ、それからシステム5のチャンネルの方ではですね、私も動画上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。さあ、司会はですね、私システム5から、山門と申します。よろしくお願いします。そして、冒頭のですね、アシスタントとして、はい、プロニュース編集部の、はい、タイガ君です。どうぞ。はい、プロニュース編集部のタイガと申します。よろしくお願いします。はい、どうですか今年の CP プラス、いかがですか。そうですね、実はですね、僕、はい、CP プラス自体、参加するの初めてでして。お、初めて、はい、初めてでして、はい、で今日初日じゃないですか。はい、はい、そうですね。もうこの盛り上がりを、うん、びっくりしましたね。結構ね、はい、去年とはね、はい、こう全然違う感じですね。あ、そうですか。去年はこうなんというか、こう通りもね、はい、割となんというか、はい、まあ広々としたもんでね、すごい歩きやすいななんて思ったんですよ。はい、で、まあ、まあそう思いながら、まあ、もうちょっとね、はい、もっと盛り上がってくれたら、まあ、いいのにななんて思ってたんですけれども、今年はでもだいぶコロナ前の様子をこう取り戻してきたというか。そうですか。もうブースも端から端まで出ておりますしね。ですよね。去年はブースの端っこの方に、はい、なんだっけ、配信のアウトレットコーナーがね、ね、はい、あったんですけど、そのね、はい、なくなって、全部ブースで埋め尽くされて非常に盛り上がってますね。はい、はい、はい、はい。まあ、ちょっとまだ CP プラス初めてということなんですけれども、はい、はい、まあ、このプロニュースレディオでですね、CP プラスのまとめをさせていただきます。まあ、それで見て、それでもですね、まあ、わからないという場合は、まあ、プロニュースぜひ見ていただいて、ね、はい、読み込んでいただいて、まあ、何はともあれ始めていきましょう、はい、ということでゲストも交えながら今回もお送りさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は目で聞け耳で見ろを合言葉に CP プラス2024開催中のみなとみらいからお送りしております。現地で CP プラスの1日を振り返り、参加しているゲストの方を招き、今年の CP プラス、そして未来の映像写真を考える番組です。以上、みなとみらいライブ配信スタジオサポーテッドバイプロニュースをキーステーションにライブ配信でお送りします。すごい、一回も噛まずに言えましたね。最初のレディオ噛んでた。はい、はい、ということで改めまして、プロニュース、プロニュースレディオですね、お送りしております。はい、ということでですね、初日のゲストはですね、実は私今日初対面なんですけれども、お声掛けをいただいてですね、まあ、お互い存在を知ってたんですけれども、お声掛けをいただいて、もしよかったら今日16時間暇じゃないですかねと、言ったところですね、心よく、まあ、だいぶ緊張している様子が見受けられるんですけれども、心よく OK いただきまして、はい、ありがたいですね。こちら来ていただいております。はい、肩書き YouTuber でいいですか？まずもうビデオグラファーで。はい、じゃあ、YouTuber 兼ビデオグラファーの、ウエディさんに来ていただいております。よろしくお願いします。緊張してるかって喋っていいんかなみたいな。あ、緊張はない。緊張は特に緊張ない。ああ、よかったよかった。はい。ということで、ちょっとね、17時まで、はい。ちょっとね、途中でもう一人ゲストが来られる予定なんですけれども、はい、はい、まあ、ちょっとまだその来られるまではね、はい、この今いるこの画面に映ってる3人でお話し進めていきたいなと思うんですけれども、はい、はい、はい、どうですか、CP プラス、はい、初めてですか。初めてです。初めて、はい、初めてなんですけど、すごくないですか、盛り上がり。すごい、めっちゃすごいですすごいですよね、うん。去年はね、なんかやっぱコロナ明け初めてのオフライン開催だったんですけど、はい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 、で去年はなんか、まあ、冒頭でもね、さっき話してましたけど、はい、まあ、ブースもなんか、うん、いっぱい出てるようには見えるんだけど、おー、なんか道も、道っていうかね、この通路も広いし、はい、はい、はい、お客さんもなんかまだまばらだなみたいな正直感じでして、うん、はい、うん、もっとね、盛り上がってくれたら楽しいのになと、まあ、ぶっちゃけ去年は多分今年以上に秋です。そんなこと言ったら怒られる。そうですね、大丈夫なんですか。そんなこと言ったら怒られるんだけど、はい、いや、今年は本当ね、盛り上がりを本当に取り戻したなっていう感じで、はい、なんかね、宝トミーさんがあそこにバカでかいプラレールのね、ジオラマ出してたりとか、すごいですね。各ブースもめちゃでかいじゃないですか。うん、でかいですね。なんかここのブースおもろかったなみたいなのありました？いや、でもソニーさんとか、まあ、ニコンさんとかももちろんそうですけど、はい、全体的に、まあ、なんていうんですか、カメラの、まあ、メーカーさん、はい、すごくないですか。
すごいっすね。あれめっちゃ金かかってますよね。めっちゃ金かかってる。めっちゃ金かかってる。めっちゃ金かかってる。なんかこう、そうそうそう、すいません。あとね、ちょっと冒頭から飛ばしすぎてね、はい、いきなり話振っちゃったんですけど、はい、まずウェディさんの紹介をするところからが先だった。ああ、全然全然もうね、大丈夫。みんな知ってる程度話しちゃった。そんなことはないです。みんな知ってることはないですよ。こんな有名人だからみんな知ってるでしょ。そんなことはないです。そんなことはないです。全然そんなことないです。はい、今回はソニーさんからお呼ばれで、はい、そうですね、はい、今こちらにもね FX3 がございますけれども、はい、こちらですね、はい、はい、いやいいですね、はい、いやいいですね、タムロのレンズがついてますね、そうですね、自由にかっこいい、はい、今日はどんなお仕事というか、僕は、はい、基本的に登壇した方とかに突撃して Vlog を作るっていう、はい、まあちょっとわけわからん枠で呼ばれてます。いやわけわかんないですよね。どんな枠みたいな。あ、じゃあ登壇して終わった人に、はい、突ってどうでしたかみたいな。そうですね。であとはまあソニーブースがどう盛り上がってるかであったりとか、まあ、そういったところをね、うん、まあ、ある程度レポートできたらなとは思ってます。はい、ソニーブースといえば、はい、昨晩だっけ、そうですね、発表されたあの新商品、ね、うん、2450のね、はい、F28 っていう、はい、まあ、今このくっついてるレンズと非常に被るところがあると思うんですけど、そうですね、被りますね。あれどうでした。いや僕まだ触れてないんですよ。マジっすか。はい、人すごすぎてちょっと気まずいなみたいな。そっか。そうなんですよ、はい、全然ね、あれね、あれいいっすよ。え、触りました。触りました。もうやっぱ前手前持って触ってたんですか、うん、あれは。いや手前持ってってことはね、僕らも実はほとんどないんですよ、そう、なんかやっぱり我々みたいな立場だと、はい、インフルエンサーの方とかよりも先に触れたりするんじゃないですかとか、うん、発売前に情報知ってたりするんじゃないですかみたいな、うん、ことを、ね、言われたりもするんですけど、はい、まあ、なんか何とは言えないけど、まあ、そういうこともまあゼロではないですけど、はいはいはい、でも遊んでないんですよ。で実は今回発表されたあの2450のレンズは、はい、実はソニーの内部の方でも知らなかったですみたいな人がいるぐらい、結構なんかトップシークレットレベルだったらしいです。そんな、でもあれ出ますよね、リークみたいな。そうそうそう、リーク出るじゃないですか。あれなんなんすかね。あれはね、海外の悪い人が流してるんでしょうね。よくないですよね。よくない。まあ、それをネタに僕 YouTube ライブしてますけどね。まあ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 。そのね、立場めっちゃ羨ましいんですよ。ああ、確かにそうか。そう、僕やっぱり立場的にリーク情報ってあんま触れにくい、はい、センシティブな部分だったし、あんましゃべれないよね、リーク情報みたいなことってね。もちろんですね。マジ言えないから。そう、なんか僕らが言うと、はい、知らなくても、あーそうか、リーク情報について触れちゃうと、この人たちが言ってるってことは、もしや、あ、そうか、みたいな。確かにそうですね。そうそうそう、うん、別に僕自分の影響力がそんなあるとは思ってないんですけど。いやいやいや。いやいや、でもなんかまあ、今日ちょっとね思い知りました、ね。あ、それなりにはあるんだと。やるでしょ。それはそれなりにはあるじゃないですか。それはもちろん。やっぱ、はい、やっぱやばいこと言っちゃいかんなと思いました。やばいこと言うイメージないですけどね、僕は。ないですけどね。はい。まあ、今のところまだ炎上は無縁ですけどね。はい。なるほど。そうなんです。で、やっぱね、いやそうなんだ。そんなめっちゃ混んでんだ。いや僕10時から入ってて、はい、もうソニーのブースなんて絶対混むから。いやそうですね、そう、もうソニーのブースからすごいことになってますけど、ね、でも各社はねすごいですもんね。うん、そうですね、うん、皆さんなんか各いろんなちょっとメーカーさんとお話したんですけど、はいはいはい、まあ、皆さんやっぱ今年はすごいって言ってます。やっぱそうですか、うん、まあ、海外の方もよりなんか多くなって、あ、でもそうかも、海外の方多いかも、うん、盛り上がってるっていう感じで、うん、そうですね、うん、らしいですね。うん、そうそう、なんかそれこそソニーさんなんか海外の方が来た時に対応できるようになんか専門のね、なんか部隊がいるみたいなこと言ってました。いやもうマジで抜け目ないっすよね。ほんまに抜け目ないっすよね。すごいですよ。ソニーすげえな。ちなみにその今ちょっと CP プラスから若干話しておりますけど、はい、ソニーのカメラ使ってらっしゃるじゃないですか。はい。これなんか選んだ理由とかなんかあるんですか。まあ、FX3 はまあ、はい、まあまあ僕普段結構制作やってるんですよ、しれっと、はいはい、しれっとではないですけどやってるんですけど、はい、まあ、やっぱり FX3 が一番いいんじゃないかっていう動画を撮る上では、なんで、まあ、使ってる方も多いですしね、うん、そうですね、うん、なんでまあ一番安心感あるというか、はい、まあ、あと熱めっちゃ強くて、3はそうですね、強くて冷却ファンついてて、そこやっぱリアルに大事やなって思って、うんうん、で、まあ、この前は何か別のカメラ使ってたんですか。はい、この前はこの、いやいや、カメラは基本的に僕 FX3 で、もうカメラ始めよう、動画制作でやろうって、その前はもう初めて買ったのは α7C なんですよ。ああ、はい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 、はい、僕カメラ始めた時もう 7S3 出てたんで、はいはいはい、はい、で 7C 買って、はい、で S3 で FX3 ですね。 S でも S3 って、はい、
あでもそうか、そこでやっぱ熱云々の話になってくるんですね。いや熱云々もあるし、あれなんかちょっと色違う気するんですけど、うん、違うっす、違いますよね、違いますよねやっぱり、なんかそんなことないみたいな空気感めっちゃ出てるから、うん、いやそんなことないと思う、あのスキントーンとか全然違う、全然違いますよね、全然違う、うん、色違うなって思って、うん、まあ、FX3 の方が動画としては優秀かなっていうのがあって、まあ、こっち S3 ももちろん1台持ってるんですけど、うん、S3 もね優秀なカメラですけど、ね、よく比べられるんですよね、うん、S3 とね、まあ、ちょっと動画的な話になってきましたけど、ね、まあそうですねいやそうだ、僕の話すとどうしてもね、僕動画の人間だからCP プラスは写真のイベントと言いつつ、でも結構動画のブースもそうですね、めっちゃ出てて、あ写真なんですかこれ一応、そうそう、 CP プラスってそう、 CP プラスはもともと写真系のイベントだったんですよ。でもなんかあの最近のカメラって当たり前に動画撮れるじゃん。まあそうですね、そう昨日発表されたあの富士フィルムの、うん、あ昨日じゃないか、一昨日発表された富士の、はい、X106、はい、あいつもあの静止画のこう、ね、スナップのコンデジって言ってますけど、あれオーバー 6K で撮れますから動画コンデジではないですよね、コンデジの域超えてますね、コンデジではない気が、はい、いやあのカメラめっちゃおもろいな。そうなんかこう触って面白かったものとかありますか。僕ねカメラねあんまりまだ主要メーカーと言われるところ、うんうん、あんまり行ってなくて、でも混んでるからね主要メーカー、そうなんですよ混んでるし、でも、うん、タムロンさんおもろかったですね、ちょっと行ってみたんですけど、あそうタムロン僕まだ見れてないんですよ、展示すごいよね、すごいですね、あの レーシングカー2台並んでて、そう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 、でなんかねさっき見に行こうと思ったら、あの見ました、タムロンブース、見ました、もちろんです、タムロンブース、はい、もうなんかねあのもう今並べませんみたいな、なんか BMW かなんかとコラボ、まあ、あそうそうそう、確か BMW だったかな、はい、今年はなんかそんな感じですよね、待ってる方いすぎて今すぐ入れませんみたいなアナウンスというか、うん、こう境界線みたいに聞かれてて、あえシグマさんもおもろかったですね、ちょっとあのオシャンな、ちょっと系統違うけど、はいはいはい、オシャンでおもろいなと思って、シグマはね割といつもあの系統ですけど、うん、シグマほらあの 500mm でしたっけ、はいはい、あのコンパクトな、そうですね、超望遠レンズ、うん、あと 15mm の F1.4 でしたっけ、 あれすごいですよね、すごいっす ねあれね、やめてほしいやめてください、やめてほしいんですか、欲しくなって買っちゃうからあなるほどなるほど、やめなさい、お金がたまらないんでね、えヤマモンさんはカメラ使いはるんですか、何を使うんですか、僕はあのパナのルミックス、そうですルミックスのイメージあるんで、僕ルミックスの S5-2 がメインカメラなんですよ、でルミックスの S5-2 がメインなんですけど、はい、最近個人的にあのウエディさんもちょっと古めの、はい、あのオールドレンズハマってると思ってたんですけど、あれに近い話で、はい、僕富士フィルムのちょっと古い、はい、あなるほど6年ぐらい前のミラーレスのね、APS-C のカメラで、なるほどなるほど、それでね最近静止画撮るのハマってて、あいいっすね、そう富士フィルム、富士の、はい、換算多分 35mm ぐらいになるっていうレンズをくっつけて、はいはいはい、もうフルマニュアルですよ、うん、それを使ってフィルムシミュレーション1個突っ込んで撮るっていうのが、ね、最高にエモいと思って、めちゃどんどんマニアックな方いってますねどんどん機材オタクなんですよ結局、そうすね、まあ、機材オタクじゃなかったらこんな活動やってないんですよ、そうすね、そう機材オタクかつあのやり始めた時はそんなことない、どっちかっていうといやちょっと恥ずかしいみたいな感じだったんですけど、うん、あのちょっと人に見られてちょっとなんかあ見てますとか言われるのにちょっと嬉しいみたいな、まあそうですね、そうあの、まあ、承認欲求ある程度ないとこんな活動できないんでね、まあ確かにそれはそうやと、やっぱり見てもらえるのって嬉しいですね、そうです ね今日も結構僕声かけていただけて嬉しいなって思っていやだってね、意外とそりゃそうです、チャンネル登録1万人ですから、いやいやもっと上全然いるんで、5桁はちゃうです、全然いるんで競ってましたもんね割と最近まで、じゃあなんか周り見渡すと、はい、あの方だみたいな、もう、ね、有名人めっちゃ今日すごい見て、ね、見たことあるなっていう方いますね、一番やばいの水溜りボンドさん見たとかビビりましたけど、ね、あ来てるみたいですね、びっくりしました、うん、キャノンブースでなんかゲストトークやってました、ね、なるほどなるほど、大川祐介さんと一緒にポッドキャストやってましたね、そうなんかいろんなところにこうゲストの方もね、いろんな方面から来てるみたいで、まあ、やっぱりあのスマホカメラでいいじゃんとか言われている時代ですけれども、そうですね、そんなことないです、ね、全然そんなことない、ね、全然そんなことない、まあ、やっぱカメラ楽しいですよね、うん、実際来て触ってみたらめっちゃおもろいかもしれないですね、やっぱりこういうこのカメラブースとかで触れるっていうの、うん、でかい体験なんで、はい、
めっちゃでかい体験、うんうん、ただまあ展示会だとねあんまりこうなんというか、うん、細かく触れないからもうちょっとね細かく触れる機会があるといいななんて思ったりもしますけど、ね、そうですね。ちなみにこれ購入は別口になるんですよね。僕 そこ分かってなかったんですけど。あ、なるほどね。そう、はい、購入はねやっぱ要これは展示会なんで、ここで見ていただいて、まあ、我々みたいなね販売店だったりとか、ちょっとどことは言わないですけど、はい、ネットのお店だったりとか実店舗とか、うん、あとまだねソニーのまさに2450のレンズなんかそうですけど、あれ発売5月なんですって。ああなるほどなるほど。まだこれから発売する製品っていうのもあったりするんで、うん、まあ、要はここでいろんな新しいものに触れて、はい、まあ、ゆくゆくは皆さん買ってくださいよと、うん、ざっくりとそうですね。そういう感じですよね多分。そうですね、そうです。うん、なるほどね。さあ、もう一人のゲストは何時ぐらいかな。もっくんさん。あ、ちょうど今終わったぐらいですかね。はい、そう、もう一人ね、もう一人、もっくんさんもね、はい、まあ、そちらも超飛び入りなんですけれども。そうですね、ます。たまたまいたところでね喋ってって感じだったんで、はい、朝ねその流れだけやったんで。そうですね、もっくんさんワンチャン忘れてへんかな、大丈夫かな。大丈夫かな。ありえるな。まあ、そしたらもうこのまま最後。そうですね、 15% ぐらいあると思う。 15% まあまああるっすね。まあまあある。まあまあ、15はまあまあ。まあまあね、10回引いたら1回は必ず当たるってこと。まあまあです。まあまあ、そうね、そうだな、何の話しようかな。そう、まださ、僕がそんなに見れてない。今日他なんか、はい、その主要メーカーじゃないところでこれはおもろいみたいな。おもろいというか、うん、やっぱ僕 PGY テックさんめっちゃ好きなんで、はいはいはい、PGY テックさんはめっちゃ、PGY テックすか、めっちゃ好きなんですよ、うん、で、カバンめっちゃ見てました。なんかちょっとこうやっぱなんかあんま見たことないやつもあったんで、うん、ちょっと面白そうやなって思って。 PGY テックなんかあの抽選コーナーみたいなのさっき行列できてます。やってますね、うん、行列できてます、まあ、あとはホーリーランドさんとかやっぱ実機でホーリーランドね見れるとなかなかねテンション上がるものもあって。ホーリーランド使ってます。使ってます。マーズの M1 エンハンストとかあの辺は使ってます。あ、ね、はい、あれはいいっすよね。あれいいっすね。あれめっちゃいい、うん、あれめっちゃいいよ、うん、だホーリーランドもなんかでもホーリーランドって去年は出てなかったんですよ確か。え、そうなんですか。そう、確か去年はいなかったと思うんですよ、ね、へえ。で、やっぱりまあそういうこの後ろにいるゴドックスとかも去年もあったけど確かなんかライトだけだったと思いますし、へえ。なんかね出店ブースの規模がちょっと広がってるのもあるし、去年いなかったブースも結構あるんですよ。去年いなかったよなみたいなメーカーも結構見れますね。それこそ、まあ、一緒の代理店が入ってると思いますけどハッセルブラッドとか。ハッセルね。いや、憧れで終わるんですよあれ、うん、もったいだったさ。じゃあ、うん、ハッセルあのよくご一緒にやってます。はい、さんがね、さんがねよく使ってますね。生で見ましたよ僕、あの新しいやつ可愛い思って何このカメラみたいな。いや、ハッセルはねもう憧れの中盤カメラですよ。そうですね、うん、まあ、ドア撮るカメラじゃないからまたちょっと僕はもう完全に毛色が違うんで、うん、あの本当に僕はただの憧れで終わりますけれども、うん、そうですね。でもやっぱハッセルはまあハッセルっていう感じの色出ますもんね、うん、そうですね。なんか独特っすよね。すごいっすよねあれ。すごいっすね。すごい、まあ、お値段もすごいね。お値段もすごい。160って言ってたんで価格よ。160って価格よみたいなね、はい、ちなみにどうですか大杉さん、なんかブース巡ってここはおもろかったみたいなのありました。あ、そうですね、あの僕が感じたのはニコンさんのブース。ニコン、そう、ニコン見れてないんだよな。めちゃくちゃ面白いですよ。ニコン何が面白いですか。ニコンはもうとにかくまあでかいというのもまあそうなんですけどもでかい、あのブースの雰囲気が二分されていたんですよ、はい、でちょっとあの担当者の人に聞いたんですけど、うんうん、あのクロート向けというか元々のニコンファンの方向けのちょっと渋めの展示と、はいはいはい、あとはちょっと最近ニコン知った、ちょっとニコン触ってみたいなって方向けの、ニコン取り込みたい方向けと、そうなんですよ、もう古くからニコン知ってる方をより深い沼に譲り込むっていう、はい、2つの沼が用意されていたんですけど、でまあそれもそうなんですけども、いやニコンさんってやっぱ写真のイメージがやっぱりあるとは思うんですけど、うん、そうね、動画、まあ、動画機もね最近めちゃくちゃいいの出てきてるけど、はい、そうなんですよ、はい、であの動画のなんかフッテージとかも結構展示されていて、はいはいはい、例えばあの Z9 の 8K で撮影した映像とか、はい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 、やっぱその動画関係も結構力入れてきているんだなっていう印象はすごい感じましたね。うそうね、まあ、去年、はい、一昨年、まあ、一昨年はそもそもオンライン開催だから
あのコロナ前の CP プラスとコロナ明けてこのオフラインに戻ってきて CP プラスで大きく違うのは結構どこのもんですもん、うん、動画をね、あのこうなんていうか動画に向けたなんだろうアピールというか PR が結構多いような感じはするですね。え、CP プラス自体はいつからやってるんですかこれも。え、CP プラスって今何年になるんだろう。めっちゃ昔ですか。もう結構歴史あるはずですね。調べようですけど、そうなんや、初めて来たけど。存在はしてたんですか CP プラス。いや僕ね、去年 YouTube 始めたタイミングぐらいで初めて知ったんですよ、こういうのがあるって。だから YouTube 去年始めたんですか。そうなんですよ、去年始めてもう1万いって1年で、すごいなんとかみたいな。やっぱね、トーク面白いから。いや、ね、いやありがたいです。あ、どこ出身ですか。え、大阪です僕。あ、大阪なんですよ、はい、大阪なんですよ。いや一緒なんで。え、ほんまっすか。そうなんですよ。ちょっと若干ちょっと関西弁映っちゃいます。あ、全然僕が言うのおかしいですけどそうなんですよ、多分関西の人やろうなと思って、はい、ずっとね関西なんで。あ、そうなんですね。もっくんさんはもう寝ましたかね今日は。寝ましたか。多分寝ましたね実は後ろにいるとかない。あ、ないね。あ、ない。はいさー言うて寝ていじったらダメですよね普通に先輩やしまあ、はい、まあちょっと気長に待とうと思います、はい、まだ電車変わりますから、はい、まあ、ちょっとねせっかくなんで、あの CP プラスいつからやってるんですかって話なんで、はい、あの今日ね、あの記念すべき2024年初日ですから、うん、CP プラスちょっとあのどんなイベントなのかっていうのをね、まあ、あのウィキペディア先生を今開いたんですけれども、はい、2010年の3月からやってるそうです。あ、そんな前からやってるんですね。だからもう今年で14年な。ああ、なるほどなるほど、へ、うん、コロナで確か3年ぐらいオフライン開催はできてなかったんですけど、うん、そう、でももうずっとこのパシフィコ横浜の地でやってて、へえ、はい、最初は結構その、まあ、スチール寄りというかそういうイメージが。そうそう、あの CP プラスって元々のイベント名が、はい、フォトイメージングエキスポなんですよ。あ、そうだからもう本当にがっつりも静止画、はい、なるほどなるほど。写真やりたい人は CP プラスに来ていただいて、動画の人はインタビューはご存知ですか。インタビューは、はい、わかります。はい、インタビューはちなみに行かれている。行ったことないです。行ったことない、はい、今年は行きましょう。今年はぜひぜひぜひ、はい、そうだから動画は CP、 あ、違う、動画はインタビューで、静止画は CP プラスっていうような、なんかこう二分されてた感じなんですけど、はいはいはい、最近 CP プラスの会場でも動画機見るし、逆にインタビューの会場行っても静止画機見るんですよ。やっぱり全然規模は違うんですけど。あ、なるほどなるほど。まあ、だからそんだけ垣根がなくなってきてるってことですよね。まあね、楽しいですよね、うん、でもその方が割と、ね、そうそう、僕も全然割とウェルカムな、勝手なこと言っちゃってるけど楽しいと思うんですけどね、はい、そっちの方が逆だったのこれですね。あ、そうそうそう、ちょっとね、せっかくなんでその CP プラスなんですけれども、はい、あのこのね番組見て CP プラスもし来たことがないっていう方に向けてですね、あの私たち、私は、はい、あのプロニュースの所属ではないんですけど、はい、あのシステム5の兄弟会社ね、はい、プロニュースが今回サポートということでね、はい、あのメディアパートナーになってるんですけれども、はい、あのこちら CP プラスの歩き方というですね、歩き方2024というですね、小冊子でいいのこれ、マップですね、マップ、はいはい、マップを会場のマップですね、会場マップをお配りしております、はい、でこれ開くとですよ、あのこんな感じで、あの主要メーカーがですねどこに出てますよっていうのが分かるマップをね、配っておりますので、まずね、CP プラスの会場あの来られましたら、ぜひねこの MP15 というですね、このブースの A ホールかな、 A ホールの端っこの方なんですけれども、はいはい、プロニュースも、ブースを構えておりますので、そこでねこれ配ってますので、はい、あとこのプロニュースステーションのステッカー、これね、おー、はい、こちらもございますので、よかったら、はい、ぜひね、お土産に持って行ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何の話だっけ。あ、まあ垣根なくなってきました。そう、垣根なくなってきたというかね、うん、そう、さっきもアルファ 7S3 の話とかも ね、ありましたけれども、うんうん、本当にいろんなメーカーがもう動画機っていうか動画が撮れるカメラをいっぱい出してきて、それに付随するアクセサリーも増えてきたってことでね。うん、僕がさ今日あんまりブースそんなに見れてないから、あんまりいろんなブースの話できないっていう僕結構見ましたよ。他どこ見ました。はい、タムロン言いましたよね。タムロン、そんな言ってないかも
タムロンでしょ。 TGI テク、やばいやばい、そんな言ってないかもしれないですね。いやある程度言い切った感あるんですけど、あでも、まあ、ニコンさんも見ましたよ。あニコンニコンニコンさんも見ました。キャノンさんちょっとまだ見れてなくて、キャノンねおもろかったですよ。あ本当ですか。キャノンね動画ブースちゃんと構えてて、おお、うん、そう動画ブースで、あのいろんなねこうそう今組んでらっしゃいますけど、はい、このリグをね、ああなるほどなるほど、そういろんなメーカー、いろんなメーカー、まあ、まさにこのティルタ、はいはいはい、ティルタのリグとキヤノンのそのカメラをね、組み合わせていろいろこう展示されていて、でそのリグを、はい、なんだろう、もう好きに組み替えて、自分好みに組めますと。へえ、なんかリグのスペシャリストみたいな人いるんですか。いますね。何でもいますよね世の中で。誰か分かりました。鶴田さんというんですけど、そう鶴田さんというね、あのリグのスペシャリストいらっしゃいました。もともとはあのキャノンの方じゃないですけど、まあ、今はちょっとキャノンでお仕事されてる、まあ、元とある会社さん の, あの名物販売員みたいな方がいらっしゃる。あそうなんですね、まあ、私みたいな感じですよ。じゃ自分で言うの恥ずかしいね。いやいやいや違う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 、ヤマモンさんでも売る側で一番有名じゃないですか多分。あれ言い過ぎですって。嬉しいんだけど謙遜しきれてない。まんざらでもない。いやまんざらでもないよそりゃ。いやでもそうですよね多分。だってもうめちゃめちゃ声かけられてますよね多分。ヤマモンさんや言うて。いやどうなんだ。でもね去年は、はい、去年は正直、はい、あの2日間僕去年いたんですけど、はい、2日間いて声かけてくださったのが、はい、1人で歩いてたら誰もいなかったです。へえ。去年はでもそんなもんですよ。で、はい、あの他にあのインフルエンサー活動とかね YouTube やってらっしゃる、はい、例えばその牛院徳川さんだったりとか、はい、あと A マークさんっていう、はい、そのあたりと一緒にちょっと撮影してたら、あのおーって声かけてくださる方があのいらっしゃったっていうぐらい、去年本当そんなもんなんです。あそうなんですか。今年はなんか本当に至る所で声かけられて、おーすごいですね。バズってるんですかね。いやバズっちゃいないんですけどなんか1年でそんななるかとか、ね、続けるの大事だなね。すごいな。いやだからまあウェディさんすげえね、1年でそんなねえ、いやありがたい知名度を得て、でしかもソニーさんからそうっすね、オフィシャルの仕事まで聞いてる。そうっすね、オフィシャルで一番よう分からん仕事もらってるの多分僕やと思うんですよね。この CP プラスの中で最も意味の分からない仕事をもらってるのが多分。後でその映像が、はい、そのウェディさんが編集したものがソニー公式で出てくるんですか。でね僕のチャンネルから上げていいみたいで、すごいっすよね。だからその辺もプロモーションを含みますっていう、あそれはね出さないとダメなんですよ。あそうそうそう、それ出して、そうなんですよ。あでもいいじゃないですか、あいいソニー公式の仕事なんだって、ね、そうです。ソニー館のカメラ使ってる人間が、はい、ソニーからなんかそういうねお仕事いただける。しかもなんか変な話、こう今回ソニーさんがすごい粋な計らいで、はい、まあ、多分本来やっぱりこうソニーので呼ばれてるからレンズも、うん、本当はソニーの方が多分純正の方がいいんじゃない的なのもあるじゃないですか。そういう大人のもろもろがあるでしょう。でも Vlog でいつも通りでいいんでって言われたんで、僕もう何使ってもいいみたいで機材も、だからもうタムロン2040使わせてもらって、本当に僕がいつも使ってるセットアップでこう回ってるっていうのを許してくれてるっていう。そうですよ、だってレンズ変わったら質感変わるじゃないですか。そうですね、グレーディングの多分感じも変わるし、うん、だからすげえ柔軟なメーカーさんやなって思いながら、うん、いやあの正直結構その、ね、主要メーカーの中でお堅いイメージあったんですけど、そんなこと言ってくれるんだ。そうですね、なんかそのイメージあるかったというか、まあ、インフルのむずいなこの話っていう。まあ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 、まあ、まあまあまあ、でもねだいぶ柔軟に好きにやらせてくれてるのが、いやいやいい今年のソニーさんなんで、ね、はい、うん、だって4日間ずっとですか、ね、はい。でソニーさんってなんか すごい今年あのなんかリサさんの方だったりとか、もうそのもうその知名度の暴力みたいになってますよね。まあやっぱ大きい会社さんならではのね、すごいですよね、あの力だなと思いますけどね、うんうんうん、あでもソニーブースまだまともにちょっとねちゃんと見れてなくて、もちろん取材では行ってると思うんですけど、まあそうですね、うんうん、その辺は取材とか、まあ、Vlog の撮影ではね、そうですね、ちょっとそれではやってるんですけど、はい、うん、人すごすぎるもん、人がすごい本当に人すごい、何人おんのみたいな感じですよね、うん、でずっと混んでますもんね朝から。体験コーナーずっと並んでるし。そうなんですよ、セミナーとかだって人溢れてるじゃん。体験できないんですよねずっと、うん、そんな感じの。でも今年初めて CP プラス来たからめっちゃ楽しいですね。やっぱこんだけ人いて盛り上がってて、うん、なんかねカメラってやっぱ普通にこんな人気なんやと思いました。やっぱあでもこれはね、うん、それはあるんですよ。
ね、なんか世の中カメラが売れてないとかいろいろそういうニュースも、ね、聞くんですよ、はい、やっぱり、うん、一時期に比べるとみたいな、うん、あの話も聞くんですけど、でもここに来てる人たちって多分みんなカメラファンで、うん、捨てたもんじゃないぞと。そうですね、全然、はい、めちゃくちゃ。もっくんさんも帰りましたね多分ね。ほんまに来ないですね、絶対帰りましたよね。あ、もしくはセミナー終わりで捕まってる可能性もありますからね。あ、まあありますね。登壇した後いろんな人に捕まりがちだから。もっくんさん大人気ですよ。ニコンもパナも出てますから、すごいですね。僕もっくんさんのニコンのやつ全部聞きましたけどね。あ、本当ですか。座って聞いてました。そう、僕もね、あの普段ちょっとこうなんというかやり取りをさせていただいている方とか、はい、結構皆さんいろんなね、うん、あのブースに登壇されてるんでね、うん、そうですね、うん、ちょっといいなとか思ったりね、まあ、いいなとか思ったりとか言うて、別に僕そんな、じゃあブース登壇して喋ってくださいと言っても何も喋れないけど。いやでもなんかあのモニターとかで来てほしいですね。あ、本当ですか。はい、いや、ありがたいですけどね。え、今日ってロードさん出てるんですか。ロードさんは出てるんですか。ロードは、そこに銀一さんのブースあるんです。はい、そこの中にね、いますよ。あ、ちょっと後で行こう。そうそうそう、そこで見れますよ。はい、ワイヤレスプロいいなって思って買ったんで最近。あ、ワイヤレスプロいいっすよね。買いました最近。あれいいっすよね。あれいいんですよ。すごい、ロードさんっていつもワイヤレスプロの動画、別にハッシュタグとかつけてなくても上げたら絶対なんかニコニコの顔文字3つぐらいのやつ公式さんが送ってくれるんですけど。そうそうそう、なんだっけ、めっちゃエゴサすごい上手。すごいっすよね、よう見つけたな思って。なんか買ってよかった5000の中に1個入ってるやつでロードでも入れてくるんで、めっちゃ見てるやんみたいな。ワイヤレスプロいいよな。ワイヤレスプロいいですね、うん、あれめっちゃいいですね。やりやすいというか、はい、音もなんか結構ホーリーランドとかも音めっちゃ好きやし、でもロードさんはもっと癖のないというか、はい、なんか使いやすいイメージがあって、そこがすごい僕的には刺さって、うんうん、今日もだから結構インタビュー Vlog 結構この ECM-M1 っていうソニー純正のやつ使ってるんですけど、はいはい、これもいいマイクですけどね。そうですね、インタビュー撮ってる時は割と今日はワイヤレスプロ使いながらって感じですね。あ、じゃあもう使い分けてらっしゃるんですね。そうですね、完璧ですね。もう荷物を軽くしたくて僕は今回は iPhone 取材ですからね。え、ヨンさんも前日いらっしゃるんですか。一応前日行きますね。土曜日だけちょっとあの夕方ぐらいからなっちゃいますけど、もう夕方この配信に来るだけみたいな感じです、ね。なるほど。他は前日いますね。そう、今回僕はちょっとあのブラックマジッククラウドっていう、はい、あのダヴィンチのあのクラウドサービスを使って、はい、うん、iPhone で撮影したものをクラウドを使ってもダヴィンチに直接ぶん投げて、お、それを社内にいるスタッフが編集するっていうワークフローでやってる。なるほど。そう。なるほどなるほど。すごい。画期的。一人はね無理でした。まあそうですね、無理ですよね。これがうまくいけばあのアメリカの展示会とか行ってもいけるのかなみたいな。でもほんまにそういうことですよね。リアルタイム実証実験も兼ねてやろうかなみたいな。面白い。なんかそういうなんかね、自分でカメラ持ってきていっぱい、別に YouTube やってる方じゃなくても結構皆さんねなんか撮ってるし、うん、なんせオズモ率の高さにそれ結構びっくりしてるんですけど僕。オズモポケット3すごいっすよね。めっちゃいますよね。めちゃくちゃ売れてるんですよ、ね、信じられんほどみんなあれで撮ってて、うん、なんかあやっと来たやっと来たやっと来た、ハマってらしたんでしょうきっと。来た、はい、ということでちょっと、はい、ここで一回ゲスト入れ替えたいと思います。はい、はい、じゃあ私はちょっとここで退散したいと思います。はい、ということでちょっと大学1回、はい、ちょっとブース回ってきます、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、次のゲストをね、お二人目のゲスト、こちらもね実は私本日初対面というですね、初対面でいきなり配信に呼び入れるという、とんでもない暴挙に出ておりますが、お疲れ様です。状況は分かってないんですけど、はい、何を話してるかも分かってないんですけど、今ですねあのこうプロニュースってあの我々システム5の兄弟会社がやっている、はい、ニュースサイトですね、はい、そこのYouTube の方で今配信をやっております。 YouTube 配信、 YouTube 配信でございます。こんな感じで入ってきていいんですか。全然大丈夫です。えぇ、ー、今何話してたかっていうとですね、はい、あの CP プラス見てる何が面白かったかっていうのをですね、はい、あのちょっと脱線しながら話しておりましたが、はいはいはい、はい、今日はもう2つ登壇してる。あ、そうですね、ニコンさんの方と、はい、あとパナさんの方で今ちょうど終わって、
後ろを通過した次第であります、ね、ありがとうございます、はい、通過したところを捕まえてまいりました、はい、ということで改めましてもっくんさんでございます、はい、もっくんですよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、入っちゃっていいのかな、いやもちろんですよ、はい、もちろんですよとか言ってね、あの、まあ、お二人は全然面識あったと思うんですけど、そうなんですよ、リリーさん、はい、まあ、私は、お二方とも初対面でございま す、ね、意味がわかりません、そうです、ね、この行動力をね褒めてほしいと、いやいやありがたいですよね、これ呼んでもらっていやいやいや、あのこんな急にお声がけして二人とも、うん、あの心よくかは分かります、腹の中でこいつ何言ってんだと思ってます、全然そんなもんないですよ、はい、ありがとうございます、あの、はい、心よくね、僕の場合急オブ急でしたねこっから呼びましたからねありがとうございます、はいはい、僕の3ステージ目ですもんねこれ、そうですね、あ3ステージまさかのここが人気者だ、いやあのここは想定外ですそうです、他はちゃんと、はい、あの事前にちゃんとね、ちゃんとした打ち合わせがあってっていう、はい、そうです、これ打ち合わせ5分ですからねはい、よろしくお願いします今日ブース 回られました、結構登板がやっぱりメインだから、そうですね、だけどちょっと回ったんですよ、はい、あの気になるレンズがあって、お、はい、あのラオアのおー 10mm の 2.8、はい、ゼロディストーション、あー出たー、 AF 全然言わないやつ、はい、AF です、ラオア AF 出たんですか、ね、Z と E が AF、はい、で、はい、RF と L マウントが MF で出るみたいな感じで、ちょっとね欲しいです、あれは、それいいっすね、はい、それは Z で使うんですか、 Z で使いますね、はい、もっくんさん普段使ってるカメラはニコン、はい、パナソニック、はい、一応持ってるで言えば、ソニーとフジフィルムとライカモも全部あるじゃないですか、そうなんです全部あるじゃないですか好きで、いやでもそうなるんですよね、まあ、でも業務だとニコンさん、はいはい、あじゃあニコンがメイン、はい、メインで、おいやそうゼロディストーションってあのラオアのレンズ、そうなんです、多分ねゼロディストーション自体は、うん、何年前だあれ、多分もう10年はいかないけど、そうですよね、多分 7,8 年前ぐらいからあると思うんですよ、でゼロ D って歌えるレベルのものが、うん、10mm まで降りてきたかと思って、うん、10mm でゼロディストーション歌えないと思うんですよ、よっぽど自信がないと、あそうか、当初 12mm とかでしたっけ、もっとじゃん、14とか15とかその辺だった気がするんですけど、はい、そう 10mm でゼロ D 歌ってると思ってちょっとね煽ってみたんですけど、はい、結構いい感じでした、 9mm 持ってるんですよ、すでに 9mm の 5.6、はい、ラオアの、はい、結構一応さすがにね、まあまあまあ、歪むんですけど、うん、一瞬ソニーに電話してきていいですか電話かかってきてるんですよ自由だ、ちょっと2人で話します、わかりました、そうそう、そんな感じで、はい、そうそうそう、結構いいなと思って、あそうですか、狙ってますね、へえ、うん、ちょっと僕も明日見に行こう、はい、で軽いんですよ、 AF なのに、そう軽くて、はい、でフィルター径も 77mm だから、あ使いやすいですね、そうそうそう、動画で使いやすそうだった、めっちゃいいっす、多分 Vlog とかこう話さなくてもこれぐらいで、はい、入りますよ、 10mm だから、もう案件でもらいましょうお願いしますすぐね YouTuber すぐさんこと言うまあまああの冗談も交えですね、あでも 0D そうなんだ、 0D 交じってんのいいな、いいっすよね、うん、めっちゃいいっすね、そうね、ラオアのレンズって、うん、最初はなんか、うん、もう まあ、いわゆる中国とかそっち系のレンズっていう感じ、うん、なんかデザインとかも含めてね、うん、っていう感じだったんですけど、そうそう、ね、なんかあのすぐどんどんこう精査されてきて、はいはいはい、かっこいい感じになってきて、いやそうなんですよ、うん、なんかね広角ワイドマクロとかね尖ったやつ多いですもんね、はい、そうそうそう、うん、なんか他のメーカーが絶対作らないレンズをやつらは作る、変態ですよね、なんかあのマイクロプローブとかねそうですね、確かに確かにそうです、そう絶対作んないじゃないですかあんなレンズ、いやそうなんですよそうラオアの僕営業の方とちょっと仲良くさせていただいてるんですけど、はい、そうね面白いレンズ作るから、いやそうなんですよね、ちっちゃいし、最近はねシネレンズなんかもやってますけどね、いや本当ですよ、はい、欲しいな、ちなみにちょっとあのレンズの話で言うと、はい、ちょっとパナソニックの方に登壇されたってことで、ね、はい、まあ、少しパナソニック忖度しようかなということで、はいはいはい、あのニッパチ200、あそうですね、あのレンズあれご覧になられました、いや、まだする暇なくて、まだね触りたいんですけど、はい、触ってないんですけど、あれね、あれいいっすよね、サイズおかしいっすね、小さいっすよね、めっちゃサイズがあの S5 にくっついてる、2060というやつがあります、はいはい、あれよりちょこのあれこのぐらい、あ26、そうなんや、それ で小さいニッパチ200すごいはみたいな、そうなんでこのサイズでできるんですかって聞いたら、これはうちの光学設計がクレイジーなんですみたいなこと言われて、いや本当にクレイジーで、本当クレイジー、本当にさっきも登壇した時話してたんですけど、はい、あの 1.8 シリーズもそうなんですけど、はい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 、レンズの筐体が、うん、
単焦点もうほぼほぼ一緒なんですよ。そうそうですね。重量もミリ単位ぐらいでしか違わないですよね。だからジンバルでですねレンズ交換した時に調整いらないんですよ。めちゃめちゃそれが楽 で、うん、で100ミリのマクロね、あれもね、ニッパチね、ちっちゃみたいな。あれもやばいですね。あれもやばいと思って。そう、あれ私もあの発表された瞬間に、うん、発表された瞬間にルミックスベース行ったのに、うん、動画出すのにちょっと時間かかっちゃったんですけど、ね、ルミックスのレンズめっちゃデザインかっこよくないですか。かっこいい、スタイリッシュ、めっちゃ好きなんですよ、うん、エスプロとかもね質感高級で、うん、聞いてますかパナソニックさん、めっちゃかっこいいっていうご意見ありますよ。であのね僕が好きなのがあのやっぱ51点のエスプロのレンズが、はい、あれめっちゃ好きで、はい、あのなんか質感はですねなんかパナだけだなと思っていて、うん、それこそですねあのライカの SL2S とかでも使ってるんですよ、はい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 、なのであれはね結構ちょっとね改造するんだけどちょっとぬるっと感があるというか湿度も映る感じ、 あれがすごい気に入ってて、はい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 、めっちゃライカとかでも使ってますね。やっぱり L マウント、はい、なんだろう、ちょっと他にない質感というかのレンズ結構増えてきて、そうですね、割と楽しくなってきましたよね。楽しいです、やってますし、めちゃめちゃ、うん、めっちゃ楽しい。そうなんですよ、あの FP と組み合わせたりしてもねまた面白い。あどんどん話マニアックな方いきますけど、FP 僕使ったことなくて、あ本当ですか、興味ありつつも、なんかね、あれもスウェディさん、いや僕ね触ったことしかないんですよ、ね、かわいい、あそうかわいい、ね、スタイリッシュでね、かわいい、なんかね、うん、唯一無二の質感というか、うん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 、やっぱ出てきますね、うん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 、なんともこう形容しがたいんですけど、うんうん、でもあのカメラ出てからミニマリストカメラマン増えた印象なんですけど僕。あそうなんだ、でもそうかもしれないな、なんか割とそのコンパクトにコンパクトにっていうのが強くなっていったの、うんうん、あれの影響あるかな、でもそうかも、 FP が一番最初世の中にリリースされた時って、うんうん、こんなちっちゃいのみたいな、うん、いやまあ実はあったんですけど、ブラックマジックがブラックマジックシネマカメラ、うんうんうん、はい、あ、うん、違う、ブラックマジックポケットシネマカメラか、はいはい、でも本当に横のサイズ感で言ったらこんなぐらいの、うーん、あのちっちゃいねマイクロフォーサーズのカメラがあったんですよ、うん、はいはいはい、今世の中に出てるポケットシネマカメラ 4K とかって、うん、全然ポケットやないやないかいっていうサイズなんですよ、うん、そう結構ね、そう、うん、本当にポケットサイズっていうのが存在してて、うん、でまあそれを下回るんですよね FP って、うんうん、かっこいいですよね、うん、シンプルに、うん、そうでも出てきた時はこれで本当にちゃんと撮れるんかみたいなご意見も正直あったんですよ、うんうん、でもあれあれだとどんどん世の中が小型化みたいな流れになってきて、ソニーなんかも別にもう全然当たり前にちっちゃいカメラ出してますしね、ソニーもなんか発表されてましたね昨日、あ2450、夜中に2450、僕さんもう買うんすよねあれも、いやもうね、僕さん出たレンズ全部買ってるとねいけないなと思って最近出たレンズ全部買うって僕の出たレンズ全部買ってると思ってるんで、僕もうね反省して今年はね、はい、取捨選択でもあの夜中になったら DM でこのレンズ欲しいんですよって送ってくるんですよ、僕とかこのレンズ買いますとかラオアの 10mm とかね、もう速攻このレンズ買います俺みたいな感じ誰かに送った気がする仲良すぎるでしょそこのそこのラインの人たち、そうそうそういやでもそうなんか結局レンズってやっぱ沼でね、そうなんですよね、あのメーカーもホーラーもこれが今一番のレンズだよすげえだろうみたいなこと言った、まあ1年後とかにはねこう超えてくるんですよね、その感動をすでに超えてくるやつ持ってるくせに教えてくれないから、買った後で出してくるんで、これもっといいよみたいな、えあの時に言って、それ全部買ってるからそうなんですよ。あの時に行ってもよう分からない。あの時に行ってよって知ってたでしょみたいな。メーカーも言えないけど、ね、言えないからね。言えないから。言えないとはいえ、そうそうそう、いやそれ知ってたらそっち買ったよなみたいな話は、ね。そう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 、まあありますよね。だちょっとね、こっちもね裏を読んでちゃんと、はい、んこれが出たってことはあれ控えてるなとか。やり始めるんですよレンズでいうとそこに高級レンズのコシナがありますけど、コシナ、コシナね、どうすかコシナ、コシナのレンズ ね、 やっぱね発表されてましたね、コシナもやばいんですよ、ね、75の75、ね、そう75、いやー、ね、行きたい、絶対やばい、僕もまだ触れてなくて、うん、明日行こうと思ってるんですけど、まさに ZF にねつけたくて可愛いなと思ってて、 Z マウントあったじゃないですか、ありましたありました、ちょっとね僕も狙ってます、狙ってますって言ったらあれですけどいやもう買うじゃないですか。さっき買わへん言うてはったのに。やっぱりじゃやっぱり出たら全部買うんだ。いやーいけないな。いやでもコシナ見に行きたいですね。コシナはレンズ全部ね、うん、いいんでね。
アポランタンもですし、そうですね、コシナはまあ間違いない質感というか、ヴィンテージライン、トレンドやばい、40ミリもそうですし、コシナいいっすよ、ぜひ触ってほしいですよ。そう、コシナは毎年ブースおしゃれなんだよね。いやー、そう、なんかそんな派手なことしないんですよ、コシナブースって。なんだけど超おしゃれみたいな、ね、なんか博物館じゃんみたいな。そうですね、建物の外観ガソリンスタンドみたいな怒られるから、それにしか見えない、大丈夫かな。でもなんかガサ怒られるから、なんか分かる、分かりますよね、ガソスタっぽいっすよ、ね、うん、ぽいぽい言われたら ロゴコン、多分今ここから見てるアングルで、あのアングルの私の自由区ってあの柱がねなんか街っぽくなっちゃったんですよ、あそこだけ怒られそう、怒られます、すいません、まあ、大丈夫ですすいません、まあ、きっと大丈夫です。めっちゃ必死にフォローしてくれいやもう、もうそうめちゃくちゃおしゃれ、おしゃれなのはおしゃれ、おしゃれ、多分ね、僕たちが今見てるアングルがそうですね、コシナさんもし怒ってたらもう何でも仕事するんで、もう許してください。でもそういう意味ではパナもね、もう今ガソスターみたいになってるんで、うん、いやパナは敵ばっかり作ってる、パナは良かったですよ。いやパナだよ、パナパナは良かったですよ、パナは良かったみたいな、コシナがないみたいな確かに、いやでも全部でもめちゃくちゃしっかり組み立ててますよね、ほんまに。あ、これ昨日からもうちょっと入られてたんですよね。いや僕は昨日は夜か、僕ちょっと知り合いのクリエイターの子と合流しただけなんで、うん、はい、あれやったんですけど、そう、僕昨日の設営の段階からちょっと見てるんですけど、あー、なるほど、だからまだね本当に組み上がってる状態とかから見てましたけど、昨日はまだね昼段階だと荒れてましたね、荒れてましたよね、結構ね、こっから作るんだみたいな、そうそう、僕もその段階から見たの初めてだったんで、あ、展示会ってこうやって作られるんだなみたいな、ね、今日感動しましたよ、だから入ってきて、ね、もうこんな綺麗に徹夜したんだろうな、いくつかのブースはな、なんて、いやもう本当に結構気合い入ってますよね、そうそう、あ、そう、 CP プラスって今年初めてですか？僕ね初めてなのになんか、はい、登壇したんで結構めちゃめちゃ一番すごいパターン、いや一番すごいパターン、普段沖縄にいるんで、ね、オンラインとかが多いんです。あ、そう、あ、コロナ禍の、そう、沖縄なんで、あ、そうなんだ、タムロンさんの CP 出た時はオンラインだったんですよ、はいはいはい、コロナ禍だったんで、はいはいはい、そう、だからリアルで来たのは今回初で、うん、そうなんです実は。いやなんかね、去年の CP プラス、うん、僕去年もリアルタイムで、はい、リアルタイムでオフラインで来てるんですけど、去年はもっとね、もうさっきからこの話何度もしてるんですけど、さ、去年はもっと通路も全然広いし、あのブースもね、まあ、一応この A ホールから D ホールまで全部使ってはいたんですけど、ギチギチに埋まってる感じじゃなかったんですよ。なるほどなるほど、あー、なんか歩きやすいなぐらい、はいはいはい、でもなんかちょっとやっぱ盛り上がりにちょっと、うんうん、もうちょっと盛り上がってたらもっと楽しいのになみたいな感じだったんですけど、今年はねめっちゃ楽しいです、いいタイミングに来たなっていう感じですよ。お、結構めっちゃ楽しいです、うん、今年はもう最高ですね。やっぱなんかキヤノン、ニコン、ソニーさんのあの並び、フジフィルムさんもそうですけど、はい、結構気合い入ってますね。いやすごい、あそこ、ね、このちょうど反対側というか、うん、すごいやばいですよね、あっちのソニーのとことかめっちゃ、ソニー僕さっきやばいですよ、聞きましたよ、ガクここでは言われへん、言えない、さすがに言えないびっくりしたっすもんマジみたいな。じゃあだからあのやっぱりソニーさんってプロモーションのかけ方とかすごいというか、えげつないですよね。だアルファ93の時とか、あのこの横浜、この同じ港ぐらいに、はいはい、あのピアアリーナっていうね、はい、あの1万人ぐらいお客さんが入って、うん、プロのアーティストの方がライブできるような会場があるんですよ。 そこの、あの3分の1ぐらい使って、はい、逆に言うと3分の1しか使ってないんですよ、そんな会場、はいはい、そこでアルファ93のイベントやってて、やば、アホなんかなと。やば、すごい、すごいですよね。でも各社やっぱ主要メーカーさんというか、やっぱね力入ってますよね、すごいですよね、やっぱり。いやなんかねこう、ちっちゃいメーカーさんというか、うん、その主要メーカーさんほどのやっぱりブースじゃなくても結構こう、うん、それなりのまあコマ数とかって言うんですけど、うん、あの広さのねあのブースを構えてらっしゃって、タムロンさんとかなんすかあれ、タムロンおかしいですよ、なんかレンズメーカーじゃない雰囲気のアメリカのクラブみたいな、そう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 いやあの出し方はなかなか、うん、なかなかないっすね、うん、すごいですよね、気合を感じるというか、見に行こうと思ったら、いや今ちょっと入場規制中ですって言われて、いや、ま、マジ本当にタムロン行ってほしいですね、ぜひ。いやタムロン、ね、会場来たらタムロン絶対、うん、タムロンと、あとね、あっちの周りだとシグマさんもね、あ、そうですね、うん、おしゃれでしたね、めっちゃシグマ見に行きたいんだよな、ちょっとエルマウント、うん、そう、シグマの新しい500ミリと、うん、本当ですよ、魚眼、うん、うん、
めっちゃいいらしいですよあれ、なんかもう X 見てるとみんながめっちゃ欲しいみたいなこと言ってるから、いやなんかね見たことない世界だなんですよね、F 値何でしょう、 1.4 ですかあれ、 1.4 かな、やばい、いや魚眼 1.4 どんな世界なんだろう、いやもっくんさんめっちゃ興味ありそうですよね、いや結構ね尖ったレンズ好きなんで、うん、興味あるで買うんですよねなんかね尖ったレンズ好きなんでとか言って尖ってないレンズも結構買ってるから、ね、普通に買ってますよね割とね、そうなんです、そう尖ったレンズってその尖ったレンズじゃないと絶対できない世界観を出してくれるというか、それこそだからラオアの 10mm とかも欲しいですし、そうそうそう、やっぱりなんかね焦点距離でキャラ出していくみたいなとこは一番やりやすいので、かぶってるやつ使ってもしょうがないみたいな、そうですね、そういう意味ではね最近パナソニックのエルマンとかなかなか攻めてくれるから嬉しいな、いや面白いんですよね、思ってますね、そう僕でもこう今ちょうど前学生さんたちがやってる写真の感じめちゃくちゃ好きですけどね、ここだけ文化祭感ある、いやあるですよね、ここもなんか良くないですか、すごいこうまだ見てない、見たいなんか、まあ少なからずめちゃくちゃうまいっていうのだけはもう伝わってくるって い, う、いやめっちゃうまいめっちゃうまいめっちゃうまい、いやすごいな、すごい、いろんな、これ本当に昨日学生の方が、まあ、中には教授と一緒にやってるのもありましたけど、本当に学生の方がみんなでね、ああでもない、こうでもないって言いながら、いやめちゃくちゃ素敵やと思う、いや素敵、本当に綺麗に ね展示、いやみんなすごい楽しそうに展示やってましたよ、で、ね、中には昨日中に終わんなくて、いい、ね、もう明日の12時の一般開放までに終わればいいなみたいなことを言ってる学生さんとかもねいましたけど、青春ですね、いや青春ですね、いいですよね、 CP 会場に展示できるって、ね、いやすごいですよね、すごいですよね、すごいですよ、本当に多くの人にね見てもらえて、それこそメーカーの方にも見てもらえたりとか、確かに確かに、そういう人たちが ね何年後かに登壇するかもしれない、いや本当ですよ、そんな感じですよ ね、うん、いやそうなんだよな、なんで、まあ、学生さんのコーナーもぜひ見てください皆さん、はい、本当にいい作品がいっぱいありますね、ね、すごい、うん、すごいめちゃくちゃうまい、そうめっちゃうまい本当に、うん、そう今年なんかちょっとね変わったこうブースというか展示とかも結構いっぱいあって、うん、なんかそこにプラレールの展示あるじゃないですか、いやありました、ね、ありました、あれは何ですかあれ、あれなんかね、うん、CP プラスの事務局っていうんですか、 CP プラスさんとタカラトミーさんがコラボしてるらしい、すげえ斬新っす、でも昨日もえげつない量のレールをプラレールの、うん、あそうか、そうプラレールすごいよだってあれ、なんて言ったらいいですか、あの白衣、プラレールの白衣みたいな着たもうメーカーの多分プラレールプロフェッショナルみたいな方がいらっしゃるんですよね、すごい、がもうみんなでもすんごい綺麗にレイアウト組んでて、すごい、で昨日はあんなでかくなかったんですよ、ガチですもん、まだ半分ぐらいの状態しか見えてなくて、すごい なあれこれ一番時間かかりそうですね、うん、いや本当そう、そうでしょう、しかも多分あれカメラ仕込んでてそこにプラレールの映像出てるんですよ、こだわってる、すごすぎ、すごいな、あれを皆さんで被写体として撮ってくださいねっていうことなんですよね、面白いですよ ね皆さん撮ってますもんね、今みんな撮ってますよね、おまま走らせるわけにいかない、そうそうそう、でもプラレール撮るの楽しいんだよな、いやすごいな、そうナインスリーとかね使ってる方とか、あナインスリーなんて最高じゃないですか、最高っすよね、もう歪み全くないから、まあ、結構、いますか首から下げてる方、ナインスリーですか、僕ね全然ソニーの方見れてないんですけど、いやでもさっきも話してたんですけど、マジでオズもやばいっす、そうオズポケ3はめっちゃ多いです、オズポケ3ばっかりです、そうそうオズモポケット3、僕も今そこにありますけど、僕も入ってるいやなんかアクションカム系ね、なんかオズモ系来てますよね、まあ、やっぱコンパクト系便利なんですよね、オズポケ3はね、とかね、アクションオズモアクションみたいな、まあ、まだ大丈夫かな、あと5分ぐらいだ、まだ大丈夫です、僕 FX3 やからめっちゃでかいみたいな感じになってて、さっきテレビ朝日撮影部さんとちょっと動画撮らせてもらってて、マジですか、そうそう、声かけられなくてタイミング悪くて、いやしかもテレビ朝日撮影部の方、はい、めっちゃ優しくて、で僕らの方でも出していいですかみたいな、はい、言ってくれて、はい、使うかはもちろん分かんないですけど、はいはい、ぜひぜひみたいなで喋ったんですけど、清原さんに、はいはい、カメラちょっと棒とかつけた方がいいんじゃないって言われていやそうですよねみたいな重いでしょそれみたいな、あちょっと重いですねみたいな感じやって、やっぱ MX3 ちょっとここででかく見えるぐらいオズポケ率が高いですね、なるほどね、今回いいな、テレビ朝日映像さん見かけたんだけど声かけようと思ったらどっか行っちゃったね、いやすげえちゃんとスタッフさん2人いてね、はい、もうテレビの感じやったっすもんね、めっちゃ緊張しましたもん、僕めっちゃ好きやから、ちゃんとやってますもんね、ちゃんとやってますよね、
めちゃくちゃ優しかったですけどね、お二人とも。そう、なんかあのツイッターでは長崎さんと実は僕つながってるんですけど。あ、そうなんですか。あのお店に来ていただいたこともあるんですけど、一生ニアミスしてて2年ぐらい会えてないですよ。なるほど、なるほど。お会いしたいなーとずっと言ってるんですけどね。すごいね。期間中にタイミング合えばね、お会いしたいですね。ね、タイミングね、はいはい。まあまだ大丈夫だね。一応締めの時間あるんですね。一応ね、17時がまあ締めということでね、はいはい、まあ、もうちょっと、はい、喋っていきたいなと思うんですけれども、あ、残り5分ね、はい、残り5分、はい、出ましたね、今5分ですっていう、ね、そうですね。あ、え、もっくんさんも全日ですよね。そうです、ね、登壇は明日までで。あ、もうせっかくだから、そう、あ、でも、もう明日までなんですね。で、24、25はもう僕が楽しみまくるっていうあれで、はい、お好き勝手取るっていう、そう、ブラブラしてます、24、25も見かけたらね、声かけていただければ。はいはい、ぜひぜひ、はい、明日はちなみにどこなんですか。明日もニコンです。明日もニコン、はい、Z8 について。せっかくだからもう僕全部見ましたけどね、もっくんさんのニコンの方座って見てましたから。私も明日行こうかな。ちょ、ニコン、はい、ニコン全然僕詳しくなくて。ニコン、ニコンのカメラ、いや、Z8 いいんですよ。Z8 めちゃくちゃ良さそう。もっくんさんのやつ見て、はい、Z8 すげーって思いました。すごいですよ、内部ロー収録できるんで。あ、ニコンも内部ロー撮れるんですか。はい、スチール切りながらもうそのままのドーモーションで、はい、もう気軽に内部ローを高速 AF で撮れるっていう奇跡。へそうなんです。なので僕はスチール撮りながらムービー同時にハイブリッドに撮っていくっていうスタイルなので、まさに Z8 が本当に合ってるというか、はいはいはい、あ、でも正直そのスタイルでやろうとすると、うん、もう使えるメーカー限られますよ。いや、もうニコンしかニコンしかないね、もう Z8。 あと、そもそもだって内部ローが撮れるのがブラックマジック、キャノン、ニコンだけで、あとポイントがあって、はい、切り替えレバーをスチールからムービーに切り替えた瞬間の、はい、このレスポンス、切り替わりの速さっていうのが重要で、はい、スチール撮ってます、ムービーに切り替えてレックっていう一瞬でできないとダメなんですけど、ニコンめちゃめちゃ速いんですよ。レバー切り替えた瞬間パンって変わるんで、これ立ち上がり遅いともう取り逃すんで、僕の撮影だと、はい、なのでもう Z8 Z9 は明日見に行こう。最強です。なるほどね。いや、そう、はい、ニコンの、ね、良さを伝えてくださいみたいなことを、うん、たまにフォロワーの方とかが言われることがあるんです。はい、いや、僕が触ってないからあんま分かんなくて。本当ですか。もうニコンならモッコンさん写真撮るのがシンプルうますぎるんですよ。マジで、ありがとうございます。マジで嬉しい。いや、私も何度か動画拝見したことありますけどね、はい、やっぱね、いやいや、めっちゃうまいんですよね。うん、そのとこれ取って出しなんですけどって出てる写真がもう良すぎて。あ、でもね、Z のレンズが良すぎるんですよ。ガチで僕がすごいってよりは。ニコンのレンズ、ね、いや本当にすごいんです。そう、プレナとかの作例とか85の12の多かったと思うんですけど、ね、すごいですよね。うん、やっぱそう、あのレンズうちの会社にも今デモ機が届いて、そう、今展示してるんですよ。はい、この間そのうちの営業から、はい、ヤモさんこれめっちゃいいっすよ。いや、そうなんです。触って撮ってみてくださいって言われて、なんやこれはと思いました。プロモーションの外人みたいにファーって顔なります。わかります。わかります。プレナーみたいな。あんな顔なりますよ本当に。わかります。ファインダーからこう。そう。そう。あの顔なるんですよ本当に。へーみたいな。へーってなる。これ今日の一番面白いこと。いや、マジで。で、なんか、レビューするときに欠点も絶対言いたいなと思ってあら探ししたんですけど、はいはい、プレナはね出てこないんですよ。結構長く使ったんですけどプレナはねなんか難しくて、なんか完璧、そう、なんか僕らみたいな情報発信してる人間が、うん、いいとこばっかり言ってると、そうなんですよ、いや、どうせさメーカーのさみたいなこと言われるんだけど、言われるからじゃけどね、いいものはいいのよ。本当にいいものはいいって言ってるし、うん、ダメなものはダメって言うじゃないですか。だから悪いとこ一個ぐらい言いたいのにプレーナだけないんですよ。あるあるあるですよ、ね、みたいな。いや、でもないないものはね、いや、ないんだよ、ないものはないよ、うん、ほんまに合わへんやつ断ってますもんね、そもそも。そう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 、うん、レビューは、そうなんですよね、うん、ね、それはそうやけど、うん、まあ、ぜひねプレナ触る機会があれば、うん、まあ、この CP プラスでもちろんね見れますんで、うん、ぜひ皆さんニコンブース足運んでいただいてね、うん、いや、はい、なんかみんな多分全員それになるやん。いや、全員なるんで、全員本当に本当に全員それなんで、じゃあ明日そのプレナの撮影コーナー行ってみよう。で、こうみんなファインダーの覗いたってどんな顔してるか、ええこのネタがわからない人はちょっとね、公式のとこ一回ね見に行ってから、そうそうそう、なるほどね、外人さんがねやるんですよね、はいはい、ティザーのやつで、ね、結構なんかいろんなメーカーのティザーあるあるな気がするな、それ。そう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 、パッと情景が浮かぶ。そう、あれおもろかったですよね。空間が満たされるみたいな。
やばい、超めっちゃおもろいよ空間が満たされる、そうそうそう、光で満ち溢れるみたいな心もみたいなファーみたいなね、かっこいいティザーだ、最高だあの外人さんすんごいキャラ良かったです表情が忘れられないはい、いやでもそう、なんかなんやかんや今年結構直前にいろいろ発表されたんでね、確かに確かに楽しいですね、楽しいですよ、今から回るの富士フィルムも並びすぎてて、あそうもうね朝から並んでて、うん、X106 はでもあれやばいやばい、並んでた、あのカメラコンデジじゃないっすよ、あ触れました、触れました、やばいっすあれそうなんだ、もうなんかパッと出してパッと撮るが、うん、あのもうね手ブレ補正がやばすぎて、あそうなんだ、でもやっぱ写りも超綺麗だし、あのフィルムシミュレーションありすぎてあの時間で全部試せないんですよ、なるほどね、そんなにくれないかなと思いながらやっぱ、あと1分だ、はい、残り1分ですね、やっぱりあのちょっとね、はい、価格的に高いなっていう意見も SNS でありつつも、はいはいはい、うん、やっぱり富士のカメラあるあるなんですけど、はい、触ってみたらあなるほどなみたいな多いんですよ、いやそう結局、ね、マジでいいですよ、そう今までの富士のカメラちょっと高いよねって僕、うん、あの動画出した後に、はい、全部買ってるH2 も買ったし H2S も買ったし、いやじゃあそのモッカさんにちょっとあので X100 触ってほしいですね、昨日あの X106 高いよねっていう動画出したんですよ、はい、で触るじゃないですかと、うわいいなってなるんですよもうね罠です、罠ですね、一人で勝手にずっと引っかかってるだけですよねそれは単純に、はい、はいはい、ということで、まあ、ちょっと無限に話せちゃいそうなんですけれども、はい、CP プラス、初日のですね、こちらプロニュースステーションからの配信、あプロニュースステーションじゃない、はい、プロニュースなんだっけ、ちょっと番組タイトルがさちょっと調べる、はい、失礼しました、はい、プロニュースレディオですね、はい、プロニュースレディオこの辺りで一回締めさせていただこうと思います、こんな初対面にもかかわらず心よくねあのオファーを引き受けていただいて、いやありがとうございます本当にありがとうございました、はい、ということでお相手私システムファイブルヤマモンとウェディでした、ミリオネームウェディです、はい、ミリオネームウェディさんとモックンでした、はい、モックンさんでした、はい、はい、ということで皆様明日もぜひご覧ください、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。